すがにコードは分かるでしょ。わかりました。ちょっと待って、もう一回やって。えマジで分からん。まだビビらしてくるな。皆さんこんにちは。こんにちは、ヨーヨー卓球チャンネルの川口ヨーヨーです。どうぞ。国際卓球渋谷店の坂本です。ですね、今日はですね、国際卓球さんの YouTube のコラボということでよろしくお願いします。お願いします。まあ、国際卓球さんは何年やってるんですかね。ちょうど自慢くれてるけど、とりあえずもう老舗中の老舗で、僕も現役の時とか大学生の時とかよく行かせてもらって、店員さんにアドバイスいただいたりとかね、こういうこれの重さがお願いにしたいですとか、硬さをお願いしたいですとか言ったらすぐパッと出てくるね。在庫も経験も扱っている量も桁違いなので、丸投げしたら任したらいいの出てくるんじゃないかということです。来てたよね。ああもうめっちゃ行ってた、ね、私も叩き出してたな。そうそう、大学生でね、そうめちゃめちゃ行かせてもらって、やっぱりなかなかこういう用意し指定するってなかなかできないので、選手の時もやっぱりこう自分の中でこういう用具の同じようなラバーの中でも硬めがいいとか重めがいいとかっていう指定をさせてもらってますし、今はもう逆に初心者の方がこういったラバーがいいかなとか分かんないかとかお願いしたりとか、いえいえいえ、という中でいつもお世話になっている国際卓球さんのコラボです。やっていきますか、はい、よろしくお願いします。お願いします。ブラインド試打、両面に性能の違うラバー貼ってあって、一つは中級向きのラバーが貼ってあって、一つは上級向きのラバーが貼ってあるから、ヨーヨーコーチが当てられるか。これちなみに答えは一応なんかこうなんだろう、例えばこの貼ってあるラバーのなんか紙が置いてあって、うんうん、これがこれみたいな感じで、答えはね、私だけ、私のノートに書いてある。ああ、それなんか、うん、6枚なんじゃん、うん、6通りがあって、それを当てたり、それをさすがに120個ぐらいのラバーになったら当てるの難しい。ああ、なるほどね。そう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 、うんうんうん、それは、そうだよね。まずこれは、ラザンタのラザンタのどのぐらいのコードか。あ、コードは当てる。あ、分かる分かる。それぞれ1個ずつあるね、あるね、うん、どっちがコードか。そう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 、どのコードか。あ、分かる。じゃあヒントをもらって、分かる分かる、1個ずつ台から OKOK、 じゃあまずラザンタ、はい、いきます。ちゃんと見えなくして本当にヨーヨーさん知りません。さすがにコードは分かるでしょ。分かるかな。まずこれ先に勝手に打つ前から勝手に読んでいい。フォアの方が硬いのなんで、バックに柔らかいのになってるから。フォアが何？硬いのなんで、バックに柔らかいのになってるから、ね、なるほど。大体それが、定石というか、ね、そういうところから勝負始まってるから、ね、あ、なるほど。読みが当たっているのか。はい、フォア。ちょっと平坂の前にして。わかりました。どっちが硬いか。どっちが硬いか。赤が硬くて黒が柔らかいです。え、ちょっともう一回だけドライブって。お、惜しいなこれ。赤が硬くて黒が柔らかいです。赤が硬くて黒が柔らかい。ちょっと待って、めっちゃいいねこれ、こんないいんだ。赤が硬くて赤が柔らかい。ビビってきた、ちょっとビビってきた。絶対言わないから。赤が硬くて黒が柔らかいと思ってるんですけど、なんかビビらしてくるからちょっと向き合う。結構わかんないんだよ。
それで迷っちゃった。硬さはそうなんだけど、でもね、すごいグリップ力強いから、グリップ力強い、本当にそれでマジ迷っちゃった。間違えやすい。で、そう、スマッシュ打った時やっと分かった。スマッシュドレーブだったらやっぱり、うん、こうそれこそまあそうなんだけど、自分のスイングスピードとラバーの硬さっていうのはやっぱりこう硬いからいいとか柔らかいからいいとかって言われてて、自分のスイングに合ってるかってとこじゃん、うん、だから分かんなかった。で、スマッシュは分かったね。スマッシュで分かりました。いやでも、いや結構怪しい、これさすがって言ってもらったけど最初間違えてたから見える。これが45でした。いや本当にこれ難しい。でこっちが、あ、なるほどね、こっちが48でした。やっぱ自分に合った用具を探すのが大事ですね、本当に、うん、自分のスイングスピードに合った硬さ、確かにスイングスピードでね、合った硬さ、ね、じゃあもう一つ次いきます、はい、これいいでしょ。これは何？ラバーの種類を当てる。あ、これはね、簡単だと思うんだけど、片面が中級用のバタフライのラバーが貼ってあって、もう片面は超上級向きのバタフライのラバーが。ボルダーと手なんですね。どっちかって言うんですね。いや、リグニクスが貼ってあるから、周りを隠しちゃってるからあれだけど。どっちか、これが当たるかな。ちょっとこれで試合してみる。ピグニクスです。練習だから。
皆さん今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ヨーヨー卓球チャンネルではコーチならではの技術動画はもちろん試合の動画だったりとかたまに用具の動画も上げてますのでよろしくお願いします。国際卓球の方では一応用具を中心に動画を配信しています。でその他にもちょっとたまに面白い動画とかも上がってますので、このラバー今だったら安く買えるよとかそういう動画もたまにあるんでチェックしてみてください。では皆さん、高評価の方とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします。バイバイ。ありがとうございました。